こんにちは、金子です。今回は指定したファイルを複数選択する方法を紹介していきます。ファイルというのはこのようにメモ帳で作った文章だったりとか、あとは画像だったり、そういうものをファイルというふうに言います。このファイルが複数あるときに個別で指定したいっていうときに使うのが、コントロールを押しながらクリックを押すと複数選択することができます。今回はその個別で指定したものを複数選択する方法をやっていきましょう。 そしたらですね、ここにあるパソコン練習というのがメモ帳で作ったやつがありますので、ここのところをクリックをしていただきまして、これをですね、同じものをもう一個作るというのは、コピーして貼り付けるというのをすると、複数同じものを作れるようになるという話をしたと思うので、複数同じものを使いたいという場合はですね、Ctrl-C を押してコピーをして、それを Ctrl-V で貼り付けると、同じものが複数何個もできるようになります。 そしたらですね、ここの部分、パソコン練習、こちらをクリックした状態で、コントロールを押しながら C をしましょう。コピーですね。コピーをしていただいたら、どこでもいいので一度クリックをしてあげましょう。そしたらですね、この空いてるところをクリックしていただいて、コントロールを押しながら V を押してあげましょう。コントロールを押しながら V ですね。そうすると、このようにパソコン練習コピーという風に出てきました。 これをですね、複数何個も出したいなっていう時はですね、コントロールを離さずにずっと押しながらですね、V を押した回数だけ複数個作れるようになりますので、コントロールずっと押しっぱなしにしながら V をですね、何回か押してあげましょう。そうするとですね、このようにですね、こういう風に増えてきたのがわかると思います。これでコピーと貼り付けっていうのができました。このようにですね、文字だけじゃなくてファイルとかも簡単にコピーして貼り付けて同じものを複製することができます。 そしたらですね、今この複製したファイルをですね、動かしてみましょう。で、これファイルを動かすときはどうしたらいいかというと、特定のファイル、このパソコン練習と書かれたファイルをですね、一つクリックをしながら右側にドラッグするだけですね。クリックをしながらこのように、こういうふうにドラッグをして、これで離してあげましょう。そうするとこのように動いたのがわかると思います。これをもう一回戻したいときはクリックをしながらこういうふうに動かしてあげると、 簡単に元に元戻せますでこれをですね、複数個選択しようとすると、こうやって離れてるとですね、このようにですね、1個しか選択ができないんですね。これをですね、複数個選択したいときは、注意点としては、最初の1つ目は、普通に選択をクリックでしてあげてください。 二つ目からコントロールキーを押しながらクリックをして選択をしてあげます。そしたらですね、どこでもいいのでちょっと離れているところをコントロールキーを押しながらクリックをしてあげましょう。そうするとですね、このようにファイルが複数選択できるようになりますで。他のやつも同じくコントロールキーを押しながらこのようにクリックを押してあげると、こうですね。 離れているところを簡単に複数選択することができます。もし間違えちゃったよって場合はですね、コントロールキーを押しながら、今選択したところをもう一度クリックしてあげるとですね、解除ができますので、このように解除してあげてください。で、これを動かしたいなというときはですね、どこか今選択したところ一箇所ですね、一つだけ選びましょう。選択したところ一箇所を選択して、クリックしながら動かすだけです。そしたらですね、左クリックをしながらこうやって動かしてあげると、 この部分がですね、こんな感じに動くんですね。で、戻す時もですね、クリックしながら、こうやって戻してあげると、こういう風に戻すことができます。そしたらですね、このように複数ファイルがあるときはですね、ここにいっぱい並べてしまうとですね、この画面がいっぱいになっていて、見にくくなってしまうので、その時はフォルダっていうので管理をしていくことが多いので、フォルダの作り方も一緒に覚えておきましょう。そしたらですね、このデスクトップ、何もないところ、最初の画面をですね、右クリックしてあげます。 そしたらこの中に新規作成というのがありますので、この新規作成というところにマウスのカーソルを合わせて、ここのところからフォルダー、こちらをクリックしましょう。そうするとこのように新しいフォルダーという風に出てきますので、そしたらですね、ここ青くなっているので、このままですね、バックスペースキーを押して文字を消していただいて、じゃあ今回は練習という風に名前を付けてあげましょう。このように名前を付けてあげて、Enter キーで確定をしてあげます。 そうするとですね、この練習っていうフォルダーができました。フォルダーっていうのはですね、複数個のファイルを1個にまとめて管理しておくことができるのこれ、フォルダーっていうふうに言います。そしたらですね、この練習というフォルダーの中に、一つ一つのファイルを入れていきましょう。そしたら、ここの部分、一つクリックをしていただいて、そしてコントロールキーを押しながら、この離れているところですね。で、これ横のところでも大丈夫です。こういうふうに複数個選択をしてあげて、どこか1箇所ですね、 これを左クリックしながらこの練習の上に上げます。そうするとこの練習へ移動という風に出てくるので、これでクリックを離してあげましょう。で、このォルダーの中に入ったやつを見たいときはですね、このフォルダーの中身をダブルクリックですね、左側2回押していただくとこのように中身を見ることができまして、ここのですね、上の練習って書かれた一番上のところ、ここをクリックしながら左クリックですね、こうやって動かすとこういう風に動かすことができますので、好きな位置に持ってきてあげてください。 で、これ画面がちょっと大きいなという場合はですね、この角っこのところ、マウスを合わせると、このようにですね、こういう風に。 大きくしたり小っちゃくしたりもできるので、こうやって小っちゃくしたり大きくしたりしてあげて調節してあげましょう。そうするとですね、こういうふうに一覧で出てきてると思います。もしかしたらここの表示方法はパソコンの種類によってちょっと異なりますので、もしかしたら違うふうに見えてる方もいるかもしれません。そしたらここのところ、じゃあ一番上のところを普通に左クリックをしていただいて、この離れたところをコントロールをしながらクリック。で、これで複数個選択できましたので、ここのところ、どっちか1個ですね。 クリックをしながらこっちに持ってきてあげます。クリックをしながらこの外に出す感じですね。出してあげるとこうやって出てきたのがわかります。これが指定したものを複数選択するときのやり方になります。この複数選択する方法っていうのはいろんな場面で役に立ちますので、コントロールキーを押すとパソコンでは複数選択ができるんだなっていうふうに理解をしておきましょう。そしたらですね、最後にこのフォルダの中に全部入れていきます。そしたらコントロールキーを押しながら、この 空いてるところをすべて選んでいただきまして、コントロールキーを離します。そして、どこか1個のファイルを選びながら、先ほどはですね、このフォルダのアイコンの中に入れたんですけども、このフォルダの中身をですね、こうやって表示しているときは、ここの中に入れてあげても大丈夫です。そしたら、このファイルをですね、ドラッグして、ここの空いてるところに入れてあげましょう。じゃあ、左クリックをしながら、こうやってクリックをここの上で離します。そうすると、このように全部入りましたね。 このようにして複数選択をしてあげるようになります。今回は複数選択の方法を紹介していきました。複数選択はいろいろな場面で使うことが多いので、コントロールキーを押しながら選択すると複数選択できるっていう風に理解しておきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。